アイダホフォールズへ。アイダホフォールズは、アメリカ合衆国アイダホ州東部のボンネビル群で、最大かつ州内では5番目に、大きな都市である。同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査では、人口5万6813人であり、2000年国勢調査の5万730人から12%増加した。アイダホフォールズは、 アイダホフォールズ都市圏の主要都市であり、アイダホフォールズブラックフット統合都市圏に含まれている。州内の都市圏としては、ボイシナンパ都市圏とコーダリーン都市圏に次いで第3位であるが、コーダリーン都市圏は、近くのワシントン州スポケーンへの依存度が高いために、独立した経済と文化の中心としては、第2位である。最近の10年間で、 ボイシ郊外のメリディアンやナンパが急成長したために、アイダホフォールズは人口で州内第5位まで下がった。アイダホフォールズに行くには、アイダホフォールズ地域空港が利用できる。マイナーリーグ野球チームのアイダホフォールズチャカーズが本拠地にしており、市内にはアイダホ博物館がある。日本茨城県東海村と姉妹都市を結んでいる。 アイダホフォールズは、アモンと境を接し、州東部とワイオミング州西部の多くの地域に対する中継点になっている。州東部には、近くのユーコンやイオナのようないくつかの地域社会と、シェリー、リグビー、レックスバーグ、ブラックフットを呼び、リゾート地である、ワイオミング州ジャクソンのような大きな地域社会もある。アイダホフォールズの街となったところは、 モンタナトレール上のスネーク川に架けられた木製枠橋があるテイラーの私だった。この橋は、モンタナトレールの輸送業者、マット・テイラーによって1865年に建設された。テイラーは、数年前に9マイル上流で私船を運航したことに続き、狭い黒原部岩室の谷に有料の橋を建設した。 1863年にプレストン近くで起こったベア川の虐殺で諸小二族インディアンの抵抗を軍隊が抑圧したことに続きテイラーの橋は西方への移民やこの地域への旅行に貢献したこの橋で北や西に向かう開拓者の旅が楽になり鉱山市輸送業者などアイダホやモンタナ特にモンタナ西部のバナックや バージニアシティのようなブームの街の近郊で富を掴もうとする者に重宝がられた。民間の銀行、小さなホテル、有料で馬や馬車を貸す旧車、さらには食堂が橋と同じ1865年に出現した。1866年までにこの信仰の街には駅馬車の停車場やイーグルロックという消し印の郵便局が作られた。 この地域は以前から上流かつ北方にあったイーグルロックと呼ばれる私の名前ですでに知られていた。町は川の中にあった岩島にちなんでイーグルロックに名前を変えた。そこは7マイル北にあり多くのワシが巣を作っていた。この地域には長年牛や羊の牧場が少数あった。1874年近くのウィロークリークで 水利権が設定され最初の穀物が収穫されたが、数軒の農家と小さな灌漑要項があるだけで入植はほとんど行われていなかった。ヨーロッパ人を祖先に持つ最初の子供が1874年にイーグルロックで生まれた。ユタ巡州から北にユタノーザン鉄道が伸びてきて、木星橋と同じスネーク川の狭い谷を渡ったことで、風向きが変わってきた。 数年前にユタノーザン鉄道を買収したユニオンパシフィック鉄道の泥棒男爵、ジェイグールドが後ろ盾になってモンタナのビュートにある新しい道光山に行く道路を建設していた。評価作業員が1878年遅くに到着し、1879年初期には多くのテントや掘ったて小屋で構成される野営キャンプがイーグルロックに移動し、 これによくあるサロン、ダンスホール、賭博場がついていった。ユタノーザン鉄道は、ユタのローガンと昔の静かな駅馬車停車駅の間に、動かせる16両の機関車と300両の貨車を、持っていた。ペンシルベニア州アセンズで3万ドルをかけた新しい、鉄製鉄道橋が製作され、鉄道でこの場所に運ばれて、1879年4月と5月に、 かけられた。この橋は全長800フィートあり、中央の島を使って、景観は2つになった。野営キャンプはイーグルロックに移ったが、木星橋のところには小さな町があり、この時は列車の定期運行があって、鉄道用の建物や店舗などの施設がいくつか建っており、町は拡大し完全に変容を遂げていた。鉄道が開通して間もなく、 開拓者たちが、スネーク川流域上流に農場を開き始めた。新しい開拓者の最初のものは、北のエイギンとプールス島に農場を取得した。その後に大規模な開拓が続き、10年間のうちに、道路、橋、ダム及び灌漑用運河が作られ、スネーク川流域上流の大半は工作用地になった。1887年。 オレゴンショートラインの建設に続いて鉄道設備の大半はトカテッロに移されたがイーグルロックは急速に農業帝国の商業中心になっていった。1891年この町は住民投票でアイダホフォールズに名前を変えることを決めた。これは橋の下に存在していた瀬を指すものだった。1895年グレート フィーバーと名付けられた世界でも、最大の灌漑用運河でスネーク川の水を取り、アイダホフォールズ近辺の砂漠1万エーカーを緑の農場に変えた。この地域では、天才、ジャガイモ、豆類、穀類を呼び、紫馬小屋市が栽培され、アメリカ合衆国の中でも生産性の高い地域になった。1949年、 アメリカ合衆国原子力委員会が、アイダホフォールズ西の砂漠に、国立原子炉試験所を開設した。1961年1月3日、当時としては、最大の原子力事故が起こった。同試験所内にある海軍原子炉施設の SL-1 反応炉から、各燃料制御棒が外れ、原子炉が暴走した。救助隊が到着した時には、500レントゲン。 地の放射線を出していた。制御ルームで一人が死亡、他の一人は、貧死の状態であったが、間もなく死亡した。数日後、反応炉でもう一人の遺体を発見した。爆発のエネルギーが大きかったため、反応炉から制御棒が外れ、遺体は、その制御棒に胸を貫かれて天井に貼り付けに、されていた。三人の遺体は、鉛の缶桶に入れて埋められ、 原子炉全体が地中に埋められた。この事故があったにもかかわらず、アイダホ国立実験室は現在でも8000人以上を雇用し、国際的に知られた研究所として機能しているので、アイダホフォールズ市の経済的推進力であり続けている。グリーンベルト沿いにあるシャイロインアイダホフォールズは、アイダホ州南東部の医療、旅行及び事業の地域中心である。 市の経済は1949年に西の砂漠に国立原子炉試験所が開設されるまで農業中心だった。その後は地元で単にザサイトと呼ばれるアイダホ国立実験室の高収入な働き口に大きく依存するようになった。この実験室は1993年にいくらか縮小された。それ以降は コールセンター、小売業、娯楽業及びレストランや地域医療センターが増え、また小事業への資金援助もあった。2006年5月、雑誌インクが過去10年間の働き口成長率をもとに、アメリカ合衆国で最も暑い小都市、リストの8番目にアイダホフォールズを選んだ。また MSN リアルエステートは、仕事の将来性、 生活の質及び生活費をもとに、アメリカで最良の小都市重結のうちにに、アイダホフォールズをランク付けた。アイダホフォールズは、地域の事業中心になりつつある。市内には、ユナイテッドポテトグローワーズオブアイダホの本社があり、アイダホ州健康福祉局の第7地区事務所がある。またノースウィンド、メラルカ及びプレスアプリントのような中小の、 全国企業も拠点にしている。2007年1月時点で、アイダホフォールズの住宅価格中央値は22万4800ドルだった。アイダホフォールズは、地域の文化的中心としての位置づけにもある。ウィラードアートセンター、コロニアル劇場、及び市民公会堂では、1年中音楽コンサート、演劇などの行事が行われている。 スネーク川沿いのグリーンベルトでは、毎年7月4日のメラルーカ自由の祭典、ローリングユースジャム、及びファーマーズマーケットなど多くの地域行事が行われている。アイダホ博物館は、地域の工芸品や歴史を収めており、来館者も多い。漂流の骨、古代文書及び、原始の銃など、巡回展示物も,も展示される。アイダホフォールズ中心街は、死が、 東方に拡張するにつれて、多くの事業が出ていき苦しい時代もあったが、地元事業家、市及び中心街開発コーポレーションや、グローアイダホフォールズなどの団体の努力もあって、再活性化されてきた。地元所有の店舗、レストラン、ギャラリー及び劇場なども多い。アイダホフォールズには、市の中心を流れる、スネーク川に沿って、広範なグリーンベルト、 すなわちリバーベルトがある。市が維持しており、何度かの拡張時には寄付を受けることも多かった。最近の計画では、川と滝の上に歩道橋を建設し、メモリアルドライブは北向き一車線に縮小し、新しい公園や野球場を建設することが提案されている。中心街のボンネビルホテルアイダホフォールズは、 北43度29分30秒整形112度一部57秒、北43.49167度整形1 1 2 0 3 2 5零度、4 3 4 9 1 6 7 1 1 2 0 3 2 5零に位置する。標高は4700フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、この内陸の町の地域全面積は七点四。 平方マイル、このうち陸地は17.1平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は1.67%である。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。アイダホフォールズは当初アイダホ大学やリックスカレッジの立地に選定されていたが、雑誌 USA today の記事によれば、アメリカ合衆国で、 伝統的なカレッジのない都市では最大のものになっている。しかし、1969年に職業訓練カレッジとして設立された東、アイダホ高科カレッジなど様々な高等教育の選択肢がある。この学校は2003年に教育範囲を広げるために東アイダホカレッジへの解明を提案したが、衆議会によって否決された。市内には、 プレイス大学という特徴あるキャンパスがあり、アイダホ州立大学とアイダホ大学双方の学生に二重登録できる。実際にプレイス大学でアイダホフォールズ市を離れることなく学士や修士の資格を取得できる。プレイス大学への入学者は増え続けている。第3の選択肢として、 ユタ州に本拠を置くスティーブンス・ヘナガー・カレッジも、アイダホ・フォールズ市に教育センターを開設した。現在は、伝統的なカレッジがないものの、アイダホ国立研究室があるおかげで市民の比較的、高い比率のものが高い学位を取得し重要な研究に携わっている。市民は、将来本格的で独立したカレッジあるいは大学ができることを期待し続けている。 アイダホフォールズ市には2つの公共教育学区がある。教育学区91はアイダホフォールズ都心部の大半をカバーする初等教育学区と考えられている。教育学区93はアモンやイオナを含む都市圏東部の大半をカバーしている。スワンバレーやアーウィンのような地域から高校生がバスで通っている。市内にはアイダホフォールズ、スカイライン、 ヒルクレストおよびボンネビルの4つの公立高校がある。中学校は5校、オルタナティブスクールが2校ある。毎年秋、ラブスタンスタジアムで行われる、エモーションボールでは、アイダホフォールズ高校とスカイライン高校のアメリカンフットボール対抗試合が行われる。勝利したチームとそのファンは、スタジアムのゴールポストをそのスクールカラーで塗るという、伝統がある。この地域には、 公立のチャータースクールであるテイラーズクロッシングや3つの私立学校、24の公立小学校もある。アイダホフォールズ市は次の自治体と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。